アイネス風人は、日本の競争馬、シュボバ。1990年の東京優秀の優勝馬。1990年の JRA 賞最優秀4歳、ボバ。1989年の JRA 賞、最優秀3歳、ボバである。北海道村川町にて、家族経営で競争馬生産をしていた中村吉兵は、借金を抱えないという経営方針を掲げており、 年老いて、種付け量の安い種母場を用いて、生産を行って調教師から怒られるほどであった。1968年の菊花賞優勝、年度代表馬となった朝顔を最後に、重傷から遠ざかるなど、生産馬が活躍することなく、一時倒産間際の状態に陥ったこともあった。吉兵が1965年に生産したむつみパールは、 26戦4勝で競争馬を引退。吉米の下で繁殖品馬となり、1971年から連続して三区を残していた。知人にノースマンの4三により、奇跡の血量が成立するシーホークの配合を進められたが、それまでシーホークの活躍馬がいなかったことから採用されることはなかった。吉米は、 1976年誕生予定の配合相手にランドプリンスやテスコガビーなど活躍場を多く出していたテスコボーイを希望した。テスコボーイは日高啓種場農業共同組合が日本に導入した主要馬であり農協が所有しているために種付け量は安く設定された。その上活躍場が多く評価の高いテスコボーイの産区は高値で取引されていた。しかし、 農協は、種付け相手の繁殖品馬を抽選方式で選出していた。テスコボーイを希望する生産農家は多くあり高い倍率となったが、吉衛が当選したのであった。1976年4月22日、むつみパールの6番子である品馬が誕生、テスコパールと命名された。直後に、関係の深い2つの旧舎から入給のオファーを受けるなど、 吉兵衛の高い期待を背負い競争場として育成され、ミホトレーニングセンター所属の加藤修歩厩舎に入厩する予定であった。しかし、2歳の春に激しい下痢に襲われて診療所に入所し、治療が施されるも良化することはなかった。次第に体は痩せ、顔周辺にたかるハエの大群を追い払えず、肛門を閉じる力もないほど衰弱していった。 助かる見込みがないという獣医師の診断を聞いた吉、吉兵衛は獣医師の反対をよそに牧場に連れて帰ることを決意した。吉兵衛の息子で共に牧場を営む中村幸造は治療に尽力した獣医師との対面を嫌い診療所へ行くことを拒んだ。ところが吉兵衛は代わりに近所の者を誘い診療所からもともといた馬房に帰還させた。どうせダメなもんなら、 うまいものを食わせて死なせてやりたいと希望した吉兵衛は診療所で制限された水や餌を好きなだけ与えた。すると、テスコパールの体調があっという間に了化していき、3歳秋には下痢も解消、他の馬と変わりない生活が可能となった。競争馬としてのデビューを諦めたものの繁殖品馬となり、1981年3月18日に、初語となる、七ゼダーンの品馬を出産。 以降、毎年のように生産を続けた。1986年の種付けでは、恒例となったために1987年4月10日、中村吉兵衛の後を継いだ構造の下七番子である黒影のお馬が誕生した。テスコパールの七番子は、両親の名前を組み合わせた、テスコホークという要名が付けられた。構造夫婦が多忙のため90歳となった吉兵衛と、 婦人で87歳の花に見守られた。当歳から馬体が充実しており、小林正明から馬修行のすべてを任せられた加藤修歩が注目し、小林による購入及び所有と、加藤旧社へ入居することが決定した。小林の高校生の娘二人により、冠無名のアイネスに風人に由来する風人を組み合わせたアイネス風人と命名された。 3歳1989年9月10日、中山競馬場の神話戦に中野英二が起乗してデビュー2番人気に支持されて2着。同じ条件で2戦目の神話戦では1.3倍の1番人気に押されたが2着に敗れた。続いて中野は格上挑戦で特別競争への出走を要請するほど自信があったが3戦目の10月22日、 東京競馬場の未勝利戦へ進んだ。1.5倍の一番人気に支持されて出走し、逃げて一馬身4分の三馬身の差をつけて初勝利を挙げた。その後腰の疲労により連戦することができなかった。続いて12月3日の条件戦であるハボタン賞へ出走する予定だったが、中野が12月17日の朝日杯三歳ステークスへ出走を提案した。 加藤は距離の長いレースを希望して12月24日のホープフルステークスも検討していたが、最終的に中野の提案が受け入れられた。加藤はこの選択を力試しと考えていた。朝日杯三歳ステークスでは4戦2勝で、すべて3着以内のカムイ富士、京成杯三歳ステークスなど3連勝中の品馬、桜さえずりが1、2番人気となり、 11.5倍の5番人気に押された。発想前に中野は、ロバではなく牝馬の桜さえずりのただ一頭を警戒していた。スタートすると、桜さえずりに起乗する、木頭高行が手綱を大きく動かして促し、後方との差を広げにかかっていた。しかしアイネス風神は、中野が促さずとも桜さえずりの真横に陣取り、二頭となった。先頭の二頭は、 第3コーナー付近で後続に小馬身のリードを作ることとなり、前半の1000メートルを56.9秒で通過する超ハイペースとなった。2頭が並んだまま最終コーナーに差し掛かると、紀頭は単独戦闘に持ち込もうと大きく追っていた。一方中野は追わずに後ろ振り向き、後方馬の位置を確認。後続の追い上げがないまま、直線では並走した2頭の争いとなった。 残り150メートルで桜さえずりが失速、アイネス風神に、中野が無を一発与えただけで単独戦闘となり、桜さえずりに庭神本差をつけて、戦闘で入戦した。総破タイムは1分34秒4で、これは1976年の朝日杯山菜ステークスで、マルゼンスキーが記録し、不滅とも称された山菜レコードに並ぶものであった。 GI 初勝利となった中野は、楽勝と振り返り、10月以来の勝利はその年の9勝目であった。中村牧場は、朝顔以来の重0勝,勝利であった。この勝利に、大川慶次郎は、相当の大気関東ボバの注目度ナンバーワンと評した。年末の JRA 賞選考では、 万票172のうち112票を集めて JRA 賞最優秀三歳母場を受賞した。月刊誌、優秀が発表するフリーハンデでは55が与えられて三歳馬関東部門で単独首位となった。一方関西部門ではデイリーハイ3歳ステークスを制して参戦参照。骨折により阪神三歳ステークスに参戦できなかったヤマニングローバルが単独首位。 東西州は同じ55という評価であった。4歳1990年となり4歳となり、2月11日の共同通信杯4歳ステークスで指導。雨が降る中8頭立てとなり、単勝オッズ1.7倍の一番人気に押された。スタートから先頭に立ち、独走するとそのまま後方に三馬進離して勝利した。中野は当初控えるレースを経験させたかった。 しかし、他の馬より早かったため逃げに出ることになってしまった。続く、弥生イ賞では、短枠指定の対象となり、1.9倍の一番人気の指示された。不良馬場に、馬場の内側が悪化している状態であった。アイネス夫人の双方には合わない、馬場状態であったため、ここで一万一馬自身が走る気を失い、今後その能力を発揮できなくなることを恐れた中野は、 無理をさせず状態の良いババの外側でレースを進めていた。逃げた先頭集団から最後の直線に入った傘をつけることができず、残り200メートルで内からベジドライアンにかわされ、その他鶴丸見股をホワイトストーンにもかわされた4着に敗れた。4月15日のサツキ賞は4.1倍の一番人気に押された。 やよい賞で敗れたメジロライアンが5.0倍の2番、人気、キサラギ賞など5連勝中の白体性が5.6倍と、続き、混戦と生やされ、3頭は、三強と言われた。1枠2番と逃げに、有利なうち、枠を得て、中野は、スピードがタバとは違う。思い切って逃げると宣言していた。しかし、発想直後に、隣の三番ホワイトストームがうちに、車高 もう片方の一番ワイルドファイアーとホワイトストーンに挟まれてぶつかる不利を受けて十分にスタートダッシュをすることができなかった。その間にフタバーサ風が捨て身の逃げとなり、次ぐ二番手となった。フタバーサ風は1000メートルを1分0秒2で通過するペースを刻み、最終コーナーではさらに遅いペースを演出していた。アイネス風陣には合わない遅いペースとなってしまい。 我慢することができず残り600メートルで戦闘となってしまった。直線で粘るも伸びることなく、集団からアインレス風神を目標にしていた、白体性に首差し切られて日着に敗れた。石井誠は、スタート直後の不利も含んで、敗れてなお強しと評した。レース後、中野を降板させる声も上がったが、加藤は、中野に、ダービーは、加藤なと声をかけ、コンビ続投となった。 加藤は、レース後のレントゲン検査により消耗が大きいことが判明、2週間の休養を与えた。東京優春5月27日、東京優春に出走。当日の東京競馬場には、競馬場のある、東京都府中市の総人口に匹敵する19万6517人が来場し、世界レコードの観客数であった。賞の上位3頭が再び揃ったが、 アイネス風人は連敗により評価を下げた。メジロライアンと白体制が単勝オッズ3倍台の1、2番人気に対し5.3倍の3番人気に支持された。中野は逃げることに執着していなかったが、最後の直線手前までに早めに抜け出すというレース展開を考えていた。12番枠からスタートすると、内枠の馬らを制して、 花を奪い、最初のコーナーに差し掛かった。そのまま逃げて1000メートルを59.8秒で通過するペースを刻んだ。向こう正面では状態の悪い馬場の内側を避けて逃げ、後方に4馬身以上の差を広げた。馬場の内側から白体勢が追い上げてきたため、休むことなく先頭を保って直線コースに入った。徐々に加速し、 まず内から白体性が並びかけようとしたがかわすには至らず。残り100メートルで中野は無を入れ、外から追い上げたメジロライアンを市馬新4分の尻避けて先頭で入選した。総破タイム2分25秒3は、1988年の桜千代の王が記録した東京優秀のレコードタイムを1秒更新する勝利、1975年優勝の カブラヤ王以来となる逃げ切り勝利であった。左、駆け足、右、即ホワイネス風神は入選直後につまずくなど余力がつき、キャンターすることができず、楽でゆっくり戻ることとなった。他の馬が、向こう正面から馬場を去ったが、同じようにできず、スタンド前からの退去を目指した。観客はレースが終わり数分経過したが、その場から立ち去ることなく、 退場するアイネス風神を見守っていた。スタンドに近づくにつれて手拍子に合わせて自然発生的に中野中野と歓声が若者から上がった。そのコールに老若男女問わずが応じて拡大していった。競馬場にいる19万人全体の合唱に変わった。この行為は後に中野コールと呼ばれた。音量はスタンドを越えて正門付近で聞こえるほどであった。これ以降、 勝利した馬や騎手をコールで称える文化が生まれ、主催する日本中央競馬会も大レースでの入場制限や警備、救護などを強化するきっかけとなった。また、レース前日から競馬城門に並ぶ徹夜組や発送前のファンファーレに合わせた手拍子をする文化も生まれた。表彰式を経て馬房に戻ると左前足が腫れていた。夏以降は、 温泉療養などで復帰を目指したが、脚部不安が残ることから現役を引退した。引退式を JRA から勧められたが、脚部不安で引退するのに、風神をババには出せないとの意向で行われなかった。種母場入り後は3区に恵まれず一度は、種母場引退が検討されたが、2000年にファストフレンドが、帝王賞、東京大賞店を勝ち、守母場生活を続行することになった。 2004年4月5日、宮城県鳴子町の斎藤牧場にて、長年点のため死亡した。17歳であった。この年の日本ダービーで、1999年に、アドマイアベガが、タイレコードを記録しつつ並んでいた、レースレコードが、キングカメハメハによって更新された。以下の内容は、netkeiba.com およびジャビスサーチの情報に基づく。 騎手の中野栄治と調教師の加藤修保は共にデビュー開業19年目であった。中野は減量が難しくレースに起乗する機会が減り引退も視野に入れていた。加藤は1988年のミューゲロワイヤル、1989年のアイネスボンバート2年連続で故障により東京優秀に出走を断念していた。 中野が小倉競馬場滞在中に交通事故を起こし、前日に飲んだ酒が残っていたことから酒気帯び運転を取られた。さらに、助手席に女性を座らせていたとマスコミにでっち上げられた。その記事を真に受けた妻が激怒して、美穂トレーニングセンターに強制送還されていたところ、加藤からアイネス風人の記乗依頼を受けることとなった。 自動車用品を扱う会社で財を成した馬種の小林、正明は中央競馬の馬種登録をした1988年12月、同年初めて所有した馬勝馬種登録2年でダービーオーナーとなった。後に小林はこう語った。今まで生きてきて事業をやってきてもあまり怖いなぁと感じたことはなかった。それがこんなに早くダービーを取って今、 とっても怖いなぁと感じているところです。こんな幸運があっていいのだろうか、という気持ちで、宇頂展にならずにしっかりと気を引き締めていかないといけない、と心から思っています。でも、この幸運を大事にしたい、というのも、本当の気持ちで、今年の三歳馬たちにも,ももちろん走ってほしいですよ。来年も、ダービーを、とは言いませんけれどもね、小林正明しかし、 本業の経営の悪化を苦に1998年、同じように経営難にあえいでいた他社の社長二人と共に集団自殺した。1989年12月17日の朝日杯三歳ステークスを勝つはずないと考えていた中村光造は競馬場に向かわなかった。92歳の父吉兵衛が病気で入院したことから、親子で病院のテレビで感染。 優勝を見届けると、口がポカンと開いたままであった。朝顔以来となるクラシック挑戦に期待していたが、12月30日、吉兵衛が死去。構造は、いいメイドのみ上げ、ママ、と答えている。1980年代後半、20代後半であるシーホークは、老年からシンジケートを解散されていた。老後を見届ける意味合いで16人が集まって、結成された。 シーホーク愛好会の中で小規模にタネボバとして活動していた。会員以外からの配合規模がなく、需要がなかったことから、タネボバ引退も考えられていた。しかし、アイネス風人のほか、1989年の東京優春を制したミナーズサークルや1990年のメグロ記念を制したマルタカ大村など、同時期に突然活躍場が続出。 シーホークとの配合を希望する生産者が突然増加した。ところが愛好会は多くの繁殖品場を相手にして健康を害するリスクを恐れすべての配合希望を却下した。中村牧場の構造もアイネス風人の全兄弟を望んだが叶わなかった。べてを却下してもシーホークを求める声が多かったことから1990年3月12日1年 限りの種付け権利、予定株をスタリオンノミネーションセールに出品され、505万円で落札された。シーホークのそれまでの種付け量は、100万円をピークに、おおよそ40から50万円に設定されていたが、28歳にして、それらを上回る、信じられないことであった。5枠12番アイネス風人の枠順は、5枠12番であった。これは、中野の結婚記念日。 5月12日と同じ数字で代理で枠順抽選に臨んだ高市刑事が指摘した。加えて、アイネス風人以前の中村親子の重賞優勝馬である朝香王の誕生日も5月12日であった。さらに、生産した中村構造が応援に行くために登場した羽田空港機の飛行機の座席番号12、12構造の東京競馬場の指定席番号も同様に 12であった。発馬機は通常12頭が標準に設計されており、東京優秀では22頭の出走では2台を連結して用いられた。そのため12番枠と13番枠の間が他よりも広く空いていた。発馬直後にアイネス夫人が右に寄れる動きを見せたが、隣との接触には至らず先頭で進むことができた。 予行演習出走前日の5月26日、中野は同じ東京競馬場、芝2400メートルのメイン競争であるメイステイクスでローゼンリッターに起動した。アイネスジ人は正確から発走前に体力消耗させないように退避所からスタートまで歩いて移動していた。 メイステークスでは試しに退避所を発送8分前に立ち去ったところ、まだ早く集合時間にはゲートを過ぎてしまうことに気づいた。そのため、当日には発送7分前に退避所を立ち去り、キャンターで向かう他の馬と同時にゲートに到着した。また、馬場状態を確認しながらメイステークスに起乗し、状態の悪い馬場の内側を避けて走ることを決意した。 本番では避けた馬場の内側を避け、その内側を走った竹豊騎乗の白体性などが伸びを書いていた。中野はアイネス風人の能力を確信したレースに四着に敗れた弥生賞を挙げた。内からメジロライアーにかわされた際に波の馬なら諦めるところ負けじと抜き返そうとする動きを感じていた。この動きからサ月賞勝利を確信した。 新馬戦では504キログラムで出走する大きな馬体を持っていた。あと欠けるが充実していたが、戦具が貧しく、中野は前のタイヤがパンクした自転車に乗ってる感じと表現した。後ろ足の踏み込みにより、調教に起乗していた高市刑事が馬を止める際に何度も転倒していた。前足の踏み込みが弱く、髪に頼る、髪にぶら下がるという双法だったため、 手綱を引くと、たちまち均衡を失い、騎手との連携が取れなくなる危険があった。また中野は、追って、味のない馬と表現するなど控えて進む競馬は、向いておらず、逃げの先方に至った。中野は、デビュー当初前足の貧弱なアイネス風神に無理をさせず、後ろ足に遅れて成長するのを待っていた。新馬戦では勝利することができなかったが、 理想の競馬であったことから悲観するものではなかった。ハット後のアイネス夫人の祖母、母の母。ハット後に、東ボ防衛など多数排出。ハット後のアイネス夫人の母。構造の兄が、盲腸により26歳で亡くなったため、都会での生活を強く希望した構造は牧場を継がざるを得なかった。1989年のハボタン賞は、中山競馬場。 芝2000メートルで行われた。メジロライアンなど11頭が出走し、プリミエールが勝利した。ハイペースは、一般的に、逃げ、先行する馬が降るとされる。ヤマニングローバルに43秒、ガ金台風に9票、鶴丸三股王に1票、プリミエールに1票、街頭話6票。朝日杯三歳ステークスで先頭を争った、桜沢へずりは、 JRA 賞最優秀3歳品馬を受賞した。当時はまだウイニングランをする文化が定着しておらず、スタンド前からの体質は一般的ではなかった。ハット後に所有し、アイネス風人よりも先にデビューした馬が複数頭存在する。一歳上のアイネスボンバーはアイネス風人の前年のサツキ賞に出走した。南関東公営競馬ではすでに馬主をしており、 大井競馬場所属の丸高リボーは1988年の春に中央競馬に移籍し条件戦に連勝を記録している。アイネス夫人の一年後輩キャンターで移動する場合が多い。ありがとうございます。